ていうか、ステュークスの人たちはなんでウィルさんたちをあんな乱暴な方法で連れ去ったのかな。ひどいことをするわけじゃないなら連れ去る前に説明してくれればよかったのに。ごめんね。基本的に被験体は冷静に対話ができる状態じゃないことがほとんどなんだ。だから双方の被害を最小限に抑えるため、まずは対象を確保、その後に事情聴取っていう行動を取らざるを得ない。オーバーブロッドした魔法師は理性を失った怪物も当然、欲望と妄執の塊と言っていい。自分の願いを叶えるためならどんな手段も厭わない危険な存在だからね。それにこれだけ短期間に近しい人間が連続でオーバーブロッドするなんて過去にもほとんど事例がない。ステュークス側も警戒せざるを得なかったのさ。調査の結果、幸運にも全員が正常な状態に戻っていたことが証明されたからよかったようなものの、最悪の事態も想定できたからね。オーバーブロッドした本人もそばにいた人間も誰も命を失わなかったことは本当に幸運なことなんだよ。そうだね、私たちは本当に幸運だった。ビルがオーバーブロッドしてしまったあの日のことを夢に見て飛び起きることがある。鏡よりも彼の500万人のマジカメフォロワーよりも近くで彼のことを見つめていたつもりだったのに、私は彼の隣で彼の何を見ていたんだろう。